北海道根室振興局長田中博之様のご出演でございます。本日は15名様によります音楽演奏ジャムバンドをご披露していただきます。皆様どうぞお楽しみください。振興局長の田中でございます。1曲目はアイルランドの伝統曲のポルカを演奏をいたしましたが、今年も振興局ではジャムバンド演奏を皆様にお届けしたいと思います。職員の日頃の練習の成果を今日はこれからお楽しみいただきたいと思います。バンドとそれから各楽器の説明をこの後総務課の森中の方から行わせていただきます。皆さんこんにちは。根室振興局の森中と申します。それではですね、私の方から、簡単にですね、ジャムバンドとはどういうものかということを説明させていただきます。ジャムバンドというのはですね、昔アメリカでですね、日曜雑貨を使って音楽を楽しんだというのが、始まりになっておりまして、その時はですね、ここではないんですけども、洗濯板ですとか、あとジャムバンドの保険がありました。ジャムですね、こういうそのぐらい大きい飲み物を入れる瓶があるんですけども、それをですね、吹いてですね、楽器にしたということがですね、始まりなんです。それをジャムというんですけども、それを、ルーツにしまして、ジャムバンドというのが始まりました。それでですね、今回使う楽器の方を紹介させていただきます。まずですね、
一番向こう、スプーンです。ちょっと音鳴らしてもらいましょう。はい、喉を食べるスプーンなんですけども、こういうふうに楽器にして使っております。あとですね、灰皿。ありがとうございます。普通の鉄の灰皿とですね、マドラー、お酒をこう混ぜるマドラーありますよね。あれを使ってですね、打楽器にして使ってます。で、次まして、大人のおもちゃです。はい、ありがとうございます。寝起きちょっともう一回鳴らしてもらっていいですか。はい、こういうおもちゃを、こういうおもちゃもですね、ちょっと使わせてもらいました。それとですね、皆さんご存知の通りの楽器なんですけども、一番向こうが、ご存知バイオリンですね。はい、ですね、アイルランドですとか、イギリスですとか、まあ、他の地域ではあれをですね、フィドルというふうに言う場合があります。で、民族楽器で使う場合は大体ですね、バイオリンと呼ばずにフィドルというふうに呼ばれることが多いかなと思います。で、次はですね、お隣、カホですね。はい、ただ木の箱のように見えますけど、ちょっと裏を返してもらっていいですか。こういうふうにですね、穴が開いてまして、音が響くようになっております。実は中にはですね、バネとかいろいろ入ってまして、叩く位置によってですね、楽器の音がちょっと変わったりとかするんですけども、これ、ルーツは南米の楽器だそうです。はい、で、続きまして、お隣がギターですね。こんな感じで、ギターはもう皆さん知ってるとおりですので。で、続きまして、キーボードですね。こんな、ご存知の通りなんですけど、始まる前にですね、すごい一生懸命練習したんですけども、やっぱりステージに上がると緊張するんでしょうか。練習の前にですね、半分ぐらいしか弾けてないから、本当はもうちょっとし、うまいので、ちょっと緊張してるということだけちょっと考えてもらえたらと思います。で、次私が使っている楽器なんですけども、よいしょ。こちらですね、チンホイスルと言いまして、アイルランドのですね、民族楽器ということですね。アイルランド、まあ、もともとはですね、イギリスで作られたんですけども、アイルランドの音楽でよく使われています。小学校で使う劇音だとよく似てるんですけども、ちょっと違うんですね。こんな音がします。早い曲が吹けるような感じにできています。これは、こんな楽器を使ってですね、今回演奏をさせていただいております。じゃあ続きまして、曲の方を聴いていただきます。まず皆さんご存知のここに幸あきですね。それから、戦車の行進の方を聴いていただきます。
ありがとうございました。根室振興局でした。